道2丁目感覚とは心臓制約この時間になって少しこう日差しが力強くなってきたな、少し暖かくなってきたなと、そういう実感が少しだけ持てるようになってきました。ただ今日はですね、晴れるところでも風はねまだ冷たいままですから、暖かい服装をお持ちください。では今日の全国の天気詳しく見ていきましょう。北海道から松江にかけては雪で、今日は届くところが北日本中心にありそうです。仙台や盛岡などでも今夜は雪が降って、風が強まりそうです。関東から九州にかけて太平洋側では今日は晴れ間が出ますが、瀬戸内側中心に今日は雪雲が流れ込みそうです。気温見ていきましょう。北海道は氷点下の真冬日、札幌は5日連続の最高気温は氷点下です。で東北から北陸は5度前後、関東から九州は、10度くらいで、これに風が加わりますので体感温度かなり低くなりそうです。週間予報西日本です。